夢の国より黄泉の国が身近。夢の国より黄泉の国が身近。神話の国出雲には世界的人気キャラクターが迎えてくれるあの国はありませんが、あの世への入り口なら確かにあります。島根県の PR 役を務める島根の吉田くんがくすっと笑える自虐ネタで島根の存在をアピールする島根自虐カレンダー、来年版の販売が今日から始まり、松江市内の書店にも早速お目見えしました。猫の手よりも柴犬の手を借りている空港がある。猫の手よりも柴犬の手を借りている空港がある。シュールな自虐コピーは今年も健在。2011年の初版から販売部数は累計10万部を超える人気商品ですが、実はあるピンチが。今回で15作目となるこの自虐カレンダー、表紙にはもう自虐が尽きたの文字が書いてあります。この大ピンチを救ったのは地元の高校生でした。ネタがれのピンチ、頼りにしたのは。え、じゃあ松江ってさ、あれ流れる7時の音楽とか6時の高校生たち、若者目線のアイデアを取り入れます。高校生との初めてのコラボ、参加したのは松江南高校の生徒たち、自虐カレンダーの制作を手掛ける東京の会社のスタッフとオンラインで打ち合わせ。スタバに行くのは異世界冒険ドームツアーの発表があるとドキドキしてしまう。いろいろヒントをいただけてですね、マジで助かりました。高校生たちの島根あるあるをもとにアイデアを出しました。ドキドキしながら今日生徒たちに来年版を見てもらうと行くのはこれあったよね。スタバに行くのは異世界旅行。スタバに行くのは異世界旅行。沖の給食は豪華すぎてダイエットが難しい。沖の給食は豪華すぎてダイエットが難しい。ありました。え、ちょっとびっくりしたけど、なんか嬉しいです高校生のアイデアは7つ採用に。自虐カレンダーのピンチを救いました。身近な声をすごい全国の人に届けられるっていうのがすごいいいなって思いました。いろんな人に届いたらいいなって思います。これで幅広い世代の県民があるあるとうなずいてくれる。新しい挑戦も詰まった自虐カレンダーは島根県内の書店や制作した DLE のオンラインショップなどで購入できます。